こんにちは、吉谷さん。まあ、変態ですね。まあ、変態ながらに、私ちょっとね、プレゼントがあるんですよ。まあ、私の母、77歳の喜寿を迎えるということで、明日、ちょっとしたね、贈り物をしようかと思います。まあ、現金でございます。現金ね、ちょっと開けられないんですけども、すいません、閉じちゃったんで。2つあるんですよ。で、喜寿なんで、77枚の1万円札で、もう片っぽが23枚入ってるんですよね。これはまあ、なんですか、おまけです。で、2つ合わせて100万円ということで、まあ、お金をねプレゼントしようかなと思うんですけども、まあ、私を育ててくれたお金のほんの一部ですね。多分私を育てるのに、まあ、数千万円かかってると思いますんでね。その間のたった100万円ですんで、まあ、お釣りにも満たないような金額ですけども、まあ、一度にね100万円という束を、まあ、息子から受け取るっていうのはなかなかおつなもんじゃないかなと思いまして、これを機会に、まあ、喜寿なんで77で77万と、あとなんか知んないけど23枚入れといたんで、はいどうぞという形でね、これをお渡ししておこうかなと思いますね。まあ、人生のどっかでね、我が子からまとまった金額をドカンと受け取るっていうのもなかなかできることではないですしね。俺もここまでなったんだよっていう、そんなメッセージです。当然ですけども、毎月私まとまった金額ずっとね渡し続けてるんですよ。それこそ生活費以上の、年金以上の、まあまあ結構な金額です。まあ100万円とかじゃないですけどね、うん、その上でこれもお渡しして、プラス渡した翌日にレクサスみたいなねすげえなみたいなねことをね、私がもう安心だよと、家を飛び出したりね、ぐれたりね、面倒ごと起こしたりとか、警察のご厄介になったりとかね、ある時島根県警のあれですよ、面会室で金魚鉢の中に入ったね、この水ガラスの向こうにいる私とね、両親と、そういう瞬間もありましたけども、あれを乗り越えてここまで来た、もう大丈夫だよっていうふうなね、そういうのが子供の人生がプレゼントかなと思いますね。まあ変態ながらに変なことをねしているということでございます。まあでもなかなかね、50前の男がね照れくさくってやらないことだと思うんですよね、こういうのはね。まあ変態ですからね。うん、で、吉田さんがね、なんかお父さんに車をプレゼントした、それもねすごくいいなと思うんですけども、私はレクサスをプレゼントするということでね負けず嫌いだぜこの野郎みたいなところでございます、うん、いやーでもね、ほんとねこういうことができるようになったんだなと思います。まあ、皆さんに感謝ですね。思えばね、吉田さんたびたび出てきますけども、20時間ライブ、スマホアプリ、山口陸、あの辺が全ての第一歩になったんではないかなと思います。あの辺りのね、まあ確かね10万円ぐらいの商品だったんですよ、うん、で、すごく手に取りやすかった、私としては。で、その10万円の商品を買って、その後にネオヒルズですよね、クレジットカード2枚使って、まあ10万円の時もクレジットカードの購入枠で買ったと思うんですよ。あの時通販だったと思いますからね、決済ボタンを押したのは10万円3回払いぐらいだったと思うんですけど、忘れましたけどね、そんな感じだったかなと思います。仮にあの山口陸がまあ30万とかだったら、多分ネオヒルズは我慢したと思います、買ってなかったと思います。ということは今日の私もなかったということでね。だから低価格の商品、もしくは高額じゃない割とね数万円とか10万円前後の商品をこう買うっていうのは、次の数十万とか場合によっては100万円ぐらいの商品を買う、ものすごく手探りになるんじゃないかなと思うんでね、これからも吉谷さんみたいな低価格の商品も売っていくっていうのはすごいいいことだと思いますね。まあともすれば私もね、まあ、3万円の最低入学金額っていうのを設定してますけども、その段取りがあるから塾内でのセールスがまあうまくいくってこともあるんじゃないかなと思うんですよ。最初にお金を取り入れちゃうと、もう行動範囲狭まっちゃうんで、
最初はね、本当はきっかけは、うん、まあリンゴ1個とかね、ジュース1本でいいんじゃないかなと思うんですよ。そっから、あ、結構いいねっていうことで、まああの、なんていうんですかね、コースメニューを頼んでいただいたりとかね、1泊2日、ディナー付き、朝食付きみたいなところに進展していくのかなと思いますね。はい、ではね、おかげさまで、ステーキング報酬今回も入りまして、私ね、体のエイダのステーキングってのをかけてるんですけども、こちらの方が年間ね、600万、700万ぐらいをもたらしてくれそうなんで、こっちも、まあ重要なね、プレゼントを贈るための原資になりそうです。まあ今度はね、77歳の母も、まあ父親はね、78歳なんですけども、確実に80には向かうでしょう。まあこれから1年ずつね、ちょっとびっくりを、びっくり仰天をプレゼントしながらね、やっていこうかなと思いますね。それでは、77歳の喜寿おめでとう。そして、変態万歳。